はい、皆さんこんにちは。本日の動画は2022年3月のベストバイのご紹介をさせていただきます。まあ、今回の動画からこんな感じでベストバイ系のね動画もちょこちょこね出していければと思いますので、今日はねその初回ということで、今月僕が購入して良かったものを中心にご紹介をさせていただきます。まあ、そこまでね購入した商品多くはないんですけど、気になる方はね最後まで見ていていただけると嬉しく思います。はい、こんな感じでね僕はファッション系の動画を中心に、その他 Vlog とかね動画を投稿しておりますので、まあ、少しでもねいいと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。インスタグラムとかも日々更新しておりますので、気になる方はそちらもチェックをしてみてください。はい、ではねもう早速いっちゃいましょう。はい、ではまず最初に1点目のご紹介になるんですけども、1点目はですねこちらのロイドフットウェアのサイドゴアブーツになります。ロイドフットウェアの革靴に関しては、まあ、今回僕は2足目の購入になるんですけども、1足目はこちらの U チップの革靴ですかね。はい、こちらをちょうど1年前ぐらいに僕は購入をしております。これは購入した時も動画を上げてるので、詳しいブランドの紹介とかはそちらを見ていただければなと思うんですけども、まあ、簡単に言うとですね、まあ、ロイドフットウェアは、まあ、創業から今に至るまでずっとこうイギリスメイドにこだわっているメーカーさんになってまして、まあ、日本人のねこう足の形に合った木型をイギリスに持ち込んでわざわざこう製作をしているブランドさんになってます。まあ本場のねイギリスで作られている革靴なんですけど、お値段が比較的手を出しやすい価格帯ということで、まあ革靴一足にまあ10万円もあんまり出したくないなみたいな考えの方とかにはかなりこうおすすめしやすい革靴かなというふうに思います。まあ僕も一足目を購入してから癖がなくて、どんなこう服装とかにも合わせやすかったので、ちょっとブーツも欲しいなと思ってサイドガーブーツを購入しております。まあ今回購入したサイドガーブーツは、まあデザインもねかなりオーソドックスなあのデザインにはなってるので、まあ飽きずにずっと履けるかなと思って今回こちらを購入しています。ソールはダイナイトソールを使用しているので、まあ雨の日とかでもねあの履きやすいようなソールになってますし、かかととかがねこうすり減ってきたらあのお店に持ち込んだら変えてくれたりとかもするみたいなので、まあアフターフォローとかもかなりこうしっかりしているブランドさんになってます。まあ定番のねサイドゴアブーツって持っておくとねあのかなり重宝するかなと思いますし、まあスラックスとかデニムとの相性もすごくいいので、まあ個人的には気に入ってこれからもたくさん履くかなというふうに思ってます。まあ、ぜひ気になる方はあのホームページとかちょっと覗いてみていただけたらなと思います。はい、でお次2点目なんですけども、2点目はこちらのコスのブルゾンになります。あのこれは先日ちょっとお台場に遊びに行ったんですけど、お台場に行った時にあのたまたまコスがありまして、僕初めて知ったんですけど、まあ、そこでねちょっとチラッと覗いてみた時に、まあ、これがね売ってまして、まあ、普通にすごい良かったんですよね。なので買っちゃいました。はい、まあデザイン自体はかなりこうシンプルなブルゾンになるんですけども、まあ、近くで見ていただくとねこんな感じのチェック柄になってます。まあ、ジップもこんな感じで割とねしっかりした作りになってまして、あとはなんか袖のボタンとかもこんな感じで、まあ、シルバーのねあの作りになってるので、まあ、デザインとシルエットが好みで、まあ、ついつい購入をしてしまいました。着用してみるとこんな感じになるんですけど、僕は178cm 体重64キロで、まあ、結構大きめの作りにはなってます。やっぱこれのねいいところは、まあこうダブルジップでね下を開けられるっていうのがねかなり良くて、これはね結構火の付けどころがないなと思って僕は今回購入をしています。なんかこのチェックが程よくね大人っぽいね印象をつけてくれるので、なんか春先のライトアウターブルゾンお探しの方とかはこれ結構おすすめしたいですね。お色は一応ブラックとこちらのカラーの2色展開になるんですけど、まあ、個人的にはこっちのチェックの方がなんとなく春っぽくあのかっこよく着れるんじゃないかなというふうに思ってます。こちらも気になる方はぜひネットでチェックをしてみてください。はい、ではお次3点目と4点目になるんですけども、こちらのエジュクロのスウェットとエジュクロのスラックスになります。今着ているこちらの3点は以前僕が動画で上げたルックブックでもねご紹介をしているんですけども、まあ、春先にねちょっとなんか色物が欲しいなというふうに思ったのと、まあ、僕ちょっとねやっぱ寒色系の色味にすごい惹かれる
傾向がありまして、なのでどうしてもコーディネートがね、黒とかネイビーグレー、まあ、この色にね集中しちゃうんですよね。ファッション系のね動画とか撮ってて色味まとまりすぎててちょっと面白くないなっていう風に思っちゃったので、今回ちょっと挑戦でねこの派手なね赤のスウェットを購入してみました。果たしてねこれからすごいたくさん着るかと言われると、まあ、ちょっと自分自身の慣れもね必要かなという風に思うんですけど、まあ、生地はそんなにすごい厚手の生地っていうわけではなくて、ちょっとカッとそうではないですけど、そのぐらいの生地感にはなるんですけど、シルエットとかはね、結構ゆったりしていて、好きな方は好きなのかなっていうふうに思います。はい、着用してみると、こんな感じですね。いや、慣れないですね、赤は。まあ、似合ってるか似合ってないかっていうのは、一旦ちょっと置いておきまして、シルエットとしては、結構ね、ゆったりめのサイズ感になってます。178センチ、64キロで、まあ、サイズフリーサイズなんですけど、このぐらいね、結構ゆったりしたシルエットになってます。身幅とかはね、そこまで広くはないんですけど、袖がね、ちょっと長めですかね。はい。袖口とかがそんなにキュッとしてないので、僕はこのぐらいの袖口の緩さの方が割と好きではありますかね。で、パンツに関してはですね、僕が今、履いているこちらのブラックの色違いになるんですけど、まあ、このパンツ結構シルエットが太めで、たまりとかもちょっとできるようなパンツになってるので、個人的にはね、すっごい気に入って履いてます。で、まあ、ブラックをね、めちゃめちゃ履いてるので、まあ、こちらのカラーも買い足そうかなと思って今回購入をしています。このパンツはね、めちゃくちゃいいですよ。はい、個人的に結構おすすめです。こちらのスウェットに関しては、サイズフリーなので、ちょっと身長大きめの方じゃないと、まあ、着れないようなね、サイズ感になってるんですけど、まあ、このパンツとかは S から L サイズぐらいまであって、僕はまあ M サイズ履いてるんですけど、まあ、こちらもね、気になる方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらから見てみてください。はい。で、ここからはね、ちょっとまあ、番外編の小物になるんですけども、僕が今月購入して良かった商品5点目はですね、こちらのね、大理石のコースターになります。はい。で、こちらはですね、表参道のジャイルっていうビルがあるんですけど、そこの地下1階にあるコネクトというお店で購入をしました。まあ、表参道に行ったらね、まあ、あそこはね、必ず寄るんですけど、もうまあ、デザインストアがあったり、マルジェラがあったりとか、まあ、かなりね、おしゃれなショップが入っているビルになるんですけど、まあ、そこの地下1階にあるインテリア系の雑貨が非常にたくさん置いてあるお店になります。まあ、たまたま行った時に、まあ、これを見つけて、すごいおしゃれだなというふうに思って、今回こちらを購入してます。まあ、デザインに関しては、全部バラバラなので、自分が好きなね、コースターをこう選んで購入する必要があるんですけど、まあ、その中でも、まあ、比較的ちょっと好みだった、この白っぽい大理石のコースターを今回購入してます。まあ、いろんなね、コースターあるので、まあ、別にね、これが一番いいってわけでは全くないんですけど、まあ、個人的にはこの大理石の感じとかがすごいおしゃれだなと思って購入してよかったなというふうに思います。はい、では最後6点目になるんですけども、6点目はですね、こちらのポスターになります。僕がね前お届けした Vlog にも載ってるんですけど、まあ、こちらのねポスターはこの画集にねついてくるものになってまして、武田鉄平さんというですね山形出身の方がいらっしゃるんですけど、まあその方の作品になります。まあ、画集はねこんな感じでいろんな絵が載ってるんですけど、で初めて知ったのが以前東京でポップアップみたいなのをやってまして、でそのタイミングでまあ実物をね生で見に行ったんですけど、その時に結構衝撃を受けたと言いますか、筆でね塗りたくってるように見える絵が実は、まあ、ここにね実物本物の写真とか載せておくんですけど、まあ、こんな感じでこう塗りたくってるように見えるんですけど、実はこれ、まあ、全部ね細かくこう筆で描いているようなものになってまして、なんかすごいね実物も細かくね書き込まれていて、すごい感動したと言いますか、すごいなっていう風に思ったのを今でも覚えてるんですけど、まあ今回僕の部屋ってすごい殺風景な部屋だったので、今回こちらを購入してます。で、画集はですね今はあんまり売ってないんですけど、 Amazon とかで5000円ぐらいで売ってたりはするので、まあこちらを購入していただくと、まあ、こちらのポスターがついてきます。ポスターがめちゃめちゃ大きくてですね、今回オーダーで額縁作ってるんですけど、実物は結構このぐらい大きいです。はい。でもこのぐらい大きいからこそ部屋にちょっと存在感が出ると言いますか、すごい個人的には気に入ってますね。めちゃくちゃ買ってよかったです。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日の動画は2022年3月に僕がね購入して良かった商品を中心にご紹介させていただきました。まあ来月もねこんな感じでゆるく購入して良かった商品とかがあったらご紹介をしていければなというふうに思いますので、まあ、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しく思います。まあ最近ねこう YouTube 1万人登録者を目前に控えて、まあ変わらずユニクロとかプチプラ系のね商品でいいものがあればご紹介をねしていきますし、まあプチプラに限らずね購入した洋服とか、まあ、あとはこうたまに Vlog とかね投稿していければなと思いますので、まあ、引き続きねちょっと応援をしていただけると本当に嬉しいです。 Instagram とかもコーディネートとか購入したものをいろいろと載せてるので気になる方はそちらもチェックをしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。